日本労働組合総連合会全日本自治団体労働組合全日本自治団体労働組合英語オールジャパンプリフェクチャール r a l and m u ー i c i p a l w 略称実治ロは日本の産業別労働組合であり地方自治体職員などによる労働組合の連合体合同労働組合でもある日本労働組合総連合会 公務公共サービス労働組合協議会、国際公務労連、国際運輸労連に加盟している。地方自治体の一般職員運法か、原業、公営企業、公共サービス団体、衛生、医療、社会福祉、国民健康保険連合会及び公営協議公営交通の労働者が加入している。また、組織統合により合同労働組合の役割も受け持つようになった。 自治労がウェブサイトで公表している組合員数は2708炭素約81万人となっており、観光労の中では日本最大で単位産業別組合としては遊泳前線に次ぐ第2位の組合である。また立憲民主党及び社会民主党の主な支持団体の一つであり、両党に組織内候補を排出している。正式な組合歌は 実地郎組合歌だが、歌われる機会は、限りなき躍進の方が多い。戦前、大阪市や横浜市などの職員による労働組合が結成されたが、1940年前後に一旦解散している。戦後、大阪市や横浜市で市職員の労働組合が再建され、GHQ の労働組合育成の方針と相まって、 全国各地の自治体にも職員による労働組合が結成されていった。その後、1947年結成の日本自治団体労働組合総連合会のもとに統一され、全日本産業別労働組合会議に加盟していた。だが、組織での日本共産党の勢力を排除したい三別民主化同盟系が自治労連を離脱し、 1949年11月28日に、全日本自治団体労働組合協議会を組織した。1954年1月29日、自治労連と自治労協は自治推協などと再統合し、全日本自治団体労働組合を結成した。地方公務員法の職員団体と、地方公営企業労働関係法の労働組合の連合体としての発足であった。 自治郎はかつて日本労働組合総評議会に加盟し、以来総評内で左派路線を歩んだ。一方、各地の市長選挙での対応をめぐる対立などを端緒に、当時の自治郎の左派職を嫌った一部の加盟組合が脱退し、1970年に同盟系の全国自治団体労働組合連合を結成した。55年体制下では長らく日本社会党を支持し、 国政選挙には参議院の全国区議員を4人と若干の選挙区議員、衆議院議員を組織内議員とするにとどまっていた。しかし、北海道では北海道教職員組合や日本単行、労働組合、国鉄労働組合などと並んで国政選挙及び地方選挙で実動部隊を担ってきた。1960年代後半から 定年制導入反対闘争や折からの労働運動の盛り上がりなどから、それまで上部団体を持たなかった自治体職員の職員団体、労働組合が自治労に加盟し、1970年代、日本最大の炭酸になった。1970年頃から自治労は、自治体の外郭団体や社会福祉法人などの労働組合の加入を認め、1982年、 自治労200万建設運動によって自治体の臨時職員、校舎や事業団などの外郭団体職員などを大きく組織化の対象を広げた。1982年には地方公務員の炭酸という性格を持ちながらも自治体が経営に関与する職場で働く労働者を組合員にしていく路線を全任する方向で自治労200万建設運動の方針が決定し、 大きく組織の位置づけを広げるはずであった。しかし、その後の連合への合流をめぐる主流派、反主流派の対立等で組織拡大はその目標通りには進まず、1992年の地域公共サービス産別建設の方針決定まで地方公務員の炭酸としての性格が大きく変わることはなかった。連合の結成に至る一連の流れでは、 組織分裂を引き起こした。連合の結成を目指す勢力は民間選考による労働戦線統一の基本構想で自由にして民主的な労働組合の路線と西側の一員論の立場に立ち国際自由労連加盟、批判勢力の排除を求めた。この動きを日本共産党の影響力の強い自治労派、主流派は労使協調路線など 特定の運動路線を踏み絵に、これを容認する組合だけを結集する、労働戦線の右翼的再編、産業法国会化であり、政府、財界主導による、国民、労働者犠牲の臨調、業格攻撃を支持し推進する、反共、労使一体、体制擁護の路線に屈服する、労働運動の受け方だと批判した。反主流派は、1989年3月に、 自治労を事実上離脱し、自治体労組全国連絡協議会イコール後の日本自治体労働組合総連合を結成した。自治労本部は自治体連絡協に参加した炭素の内脱退を通告してきた組織の脱退を承認、脱退通告のないまま連絡協に参加した炭素を独自に脱退と判断して自治労から除外することを明確にする一方、 三別貴族が明確でない加盟炭素を特別組織対策炭素に指定し、権利、義務関係を凍結、期限までに明確な態度を示さない炭素は、自治労から脱退したとみなすと通告して、自治労結集を迫るなど正面からの対決を選んだ。結果、29都道府県で自治労連の県本部が結成され、反主流派が主導権を持っていた。 自治労の7府県の本部は一時、本部による直接の代理執行が行われるなど、機能に支障をきたしたものの、1990年3月までに全府県本部の再建を終え、反主流派主導だった東京都食労で多数を制するなど、上場の成果を上げたとの総括がされた。また、血を流してでも共産党と対決して、連合に参加し、 その主導権を取るとの決断を、実治郎執行部が言ったことが、その後の総評解散、総評警官功労の連合なだれ込みによる全的統一の実現を決定づけたとされる。ただし、連合はもともと IMFJC の加盟炭酸が核となり、民間炭酸が先行して結成された経緯があるため、IMFJC にも民間同窓中心の同盟にも、系譜を持たない、実治郎は、 組合員数で連合の15%以上を占めている割には影響力は小さいと見る向きもある。1989年参院選及び1990年衆院選においては、土井高子によるお高さんブームにより、日本社会党や連合の会の候補が大量当選を果たした。日本社会党はほとんどの国会議員候補に対し中心的に支援する。 責任炭酸を決め、組織内議員候補として位置づける慣習があった。当時、国老は国鉄分割民営化の過程で組織が弱体化、日教祖は組織率の低下、全連通や前提は組合員数の減少などで組織内議員を絞り込んでいたが、自治老が大量の新人候補を組織内議員として抱え、結果として政治的影響力が強まった。 戦国義と、筒井信孝のほか、伊藤秀子、長谷由里子等、これらの選挙で当選した新人議員の少なくない数が、自治労組織内議員であった。1992年には、自治労の産業別組合としての位置づけを、地域公共サービス産別として、組合員を地方公務員や自治体が設置した外閣団体などの職員のほか、 自治体の委託先企業の労働者を、はじめ公的サービスに従事する民間企業労働者を対象として広げた。加盟組合は地方公務員、自治体が設立した校舎、事業団等の職員、自治体の事業を受託する企業、社会福祉法人等の職員などの労働組合の、か、民間病院、専門学校、地区の医師会、土地会医療連合会、 NPO 法人などの職員による労働組合もある。同年には自民党政権を倒すことを基本として民主リベラル勢力による政権交代を目指すとした政治目標を決定した。1993年には日本社会党を含む8党派連立により細川連立政権が発足し政権交代が実現した。しかし、 細川政権は短命に終わり、その後の政界再編成の混乱から、1994年には自社差連立政権の誕生により、組織内議員の村山富一が首相に就任した。日本社会党初期局、政策審議会などと共に、自治郎は村山政権の政策面を支える役割を負い、介護保険制度の創設などでは、シンクタンク的役割と、 国民運動を支える役割を負った。その一方で1992年の定期大会で決定した民主リベラル勢力による政権交代を目指すとした政治目標と自民党を含む連立政権とは相入れないものであったためその克服が課題となった。自治郎は1996年の村山首相の退陣後連合の一員として第三局として 民主党結成を支援し、多くの組織内議員が参加した。一方で、東北、北新越、四国、九州では、自社差連立政権に参加していた、社民党を引き続き支持し続ける事例も存在し、支持政党が民主、社民の両党に分かれた。小泉政権が発足した後の2001年9月、保険会社との間の積み立て型共済の運用金の、 取扱い手数料をめぐる裏金疑惑が発覚し、東京地検特捜部の捜査が行われ、法人税法違反の罪などで、後藤森重、元中央執行委員長ほか二人が逮捕された。この事件を受けて、自治労内に再生委員会が発足した。再生委員会は、内部統制の強化や、経理の改革などの事件の処理を行うとともに、 未組織労働者の組織化などを通じて、社会的責任を全うするべきとの方向性を打ち出した。2000年代からは、同じ自治体関連労組との組織統合が始まり、2002年9月5日には、公営競技の組合である全国、競争労働組合と、2006年1月1日には、合同労働組合である全国、一般労働組合と組織統合を果たした。 2001年には、日本都市交通労働組合、全日本水道労働組合との組織統合の話が持ち上がった。自治労、都市工全水道の三炭さんは2006年4月14日に、地高三炭さん組織統合準備会を発足させ、完全な統合を目指し、過渡的な連合体として、2007年秋に、地域公共サービス労働組合連合会を発足させた。 これに合わせ、連合への加盟形態も、地域公共連合に変更した。2008年5月には、石川県輪島市で開かれた、中央委員会において、三単三の統合に伴い、自治労の名称変更をも視野に入れた、基本方針が、執行部から提案され、可決された。しかし、2009年5月に組織統合は断念された。その後、地域公共連合は解散し、 連合の加盟単位も、それぞれの自治労全水道、都市校に戻した。その後協議を進め、2013年1月の臨時大会で、都市校との組織統合に向けた内部合意を取り付け、6月1日に都市校と組織統合を果たした。自治労は、組織拡大に積極的に挑戦し、非正規労働が社会問題化する直前の2005年から、 自治体の臨時、非常勤職員の組合委員化を組織拡大の前面に立てている。しかし、1999年から2006年までの、いわゆる平成の大合併による地方公務員数の抑制、業格による自治体の外閣団体や委託先事業の整理などが響き、組合員数の減少が続いている。2001年の 第19回参議院議員通常選挙では、自治労組織内候補の民主党、朝日俊弘の比例区での個人得票が約21万票。2004年の第20回参議院議員通常選挙では、同じく組織内候補の民主党、高島義満の比例区での個人得票が約17万票にとどまるなど、その周票力に陰りが見えたとも言われたが、 2007年の第21回参議院議員通常選挙では中央執行委員の相原久美子が約50万票を獲得し民主党の比例代表候補者の個人得票としては第1位となった。しかし2010年の第22回参議院議員通常選挙で高島義光の後継となった特別執行委員の江崎隆の得票は約13万票であり、 前回参院選の得票から大きく減らす結果となった。13県本部は引き続き社民党から組織内候補を擁立し、また一政治と吉田忠友ともが安定して15万票前後の得票を獲得している。吉田は社民党そのものの統制交代により、第24回参議院議員通常選挙で落選したが、第25回参議院議員通常選挙では、 また一の後継候補として国政復帰している。2017年10月に民進党が事実上分裂する形で立憲民主党及び希望の党が結成されると連合参加の3別組織では最初に立憲民主党への支持を明確化し組織内議員の一人である江崎も2017年12月に立憲民主党に移籍した。立憲民主党として 初めて挑んだ第25回参議院議員通常選挙では、岸紀子が約15万票を獲得し、立憲民主党比例名簿1位となった。自治郎は運動の理念や方向性を示すものとして、1954年の結成時に綱領を制定し、1976年に改定を行った。しかし、その内容は古典的な社会主義色が濃いものであり、 地方公務員以外の組合委員に共有が難しいものであった。このため2003年9月の定期大会において新たな考慮的文書として自治労自治労21世紀宣言を新しく決定した。公務員賃金が民間準拠であるという原則とそれに基づく人事院勧告による国家公務員の賃金改定に準拠しなければならないため、 2から3月の春闘で基本的な要求をし、細部の改定内容は自治体の12月議会の前に労使交渉で確定させる流れになっている。要求段階の取り組みを春闘、妥結段階の取り組みを確定闘争、または周闘と呼ぶ。労働協約締結権が認められていないため、労使交渉の結果について最終的な拘束力はない。 大きな流れは非現業公務員と同じだが、労使関係は、地方公務員法ではなく、地方公営企業労働関係法に基づき、労働協約締結権を有するため、労使交渉の結果について拘束力を持つ。自治体職員をはじめ、公共サービスに従事する労働者の雇用や賃金は、住民サービスや地域ニーズのあり方と切り離されない、ことから、 結成後3年の1957年、地方自治研究集会を開いて、以来、地方自治を住民と共に発展させていくために、取り組んでいる、地域発の政策活動である。地方公務員や、公共サービスに従事する労働者の直接的な雇用、賃金に関わるところにとどまらない運動をしている、ことが自治労の特色である。女性部は、 女性労働者の働きやすさ等の改善を目指し、職場改善関連法案、選択的夫婦別姓法案等の推進運動を行っている。立憲民主党及び社会民主党に組織内議員を輩出している。加入強制問題自治労参加の公務員、労働組合の影響が強い役所、団体では、新人研修などで加入を拒否すると、無責任と吊るし上げ、 不利益をほのめかすなどして、組合への強制加入及び、組合費の転引きを、慣例のように行っていた。日本人は、政治活動を行う者が少ないが、関西を中心に、公務員労組への加入率が高いのには、このようなことが、背景にあった。また、このような手法で高く維持された、組織率は、皆加入しているのに、拒否するのかという新人職員への圧力として、 利用され、さらに組織率を上げるのに使われた。その県引きで得た多額の資金をもとに、政治活動を行い、自治労出身議員を輩出するのに利用していたが、大阪府や大阪市での闇占住が発覚したことで、国民の反発が強まり、自治打だと訴える橋本徹が躍進。以降、それまで、大阪府知事や大阪市長は、歓迎的に労組出身者がついていたが、 公務員労組の影響が弱まり、大阪では、自治労支持の議員が一人以下になるなどした。また、神戸の神戸市職労組合も、同様の手法で、組織率90%に達していたが、闇専従問題発覚後、組織幹部は、市職員を組合へ、強制加入させていた県に対して、組合費の給与点引きや、加入継続の意向を全員に確認すると述べた。 この件に関し、日本共産党の神戸市議の赤田勝則氏は自身のブログでチェックオフ制度と闇千住とは何の関係もないと主張している。年金記録問題個別記事がある組織については、該当記事を参照。各都道府県本部が地区連絡協議会を構成しており、各都道府県本部のもと、各単位組合があり、各単位組合のもと、支部、分解がある。 ありがとうございます。